アレルヤー、ありがとうございます。お三隊の、えー、美しい賛美、感謝いたします。またヘプシバ賛美チームの賛美も心から感謝いたします。私たちがコロナのこの、えー、ウイルスが始まってからもう1年ほど経ちました。このように1年間、 マスクをしながらまたこのような大変な状況の中で暮らしていますまたニュースを見てもコロナがまた流行しているということをよく目にしますけれども私たち皆さんにお願いしたいことは気をつけていただきたいとどこに行くにしてもマスクをしっかりとしてまたソーシャルディスタンスを守りながら 健康に気をつけていいいたただきたいと思います特に教会でもですね礼拝を終わってから外に出られる時もどうか気をつけてください間隔を空けて教会も安全に守ることができるように皆さん努力していただきたいと思います私たちがこのように生活をしていますけれども早くマスクも。 取ってそして礼拝も自由にですねしたいと願っていますけれどもこのマスクをしながら良いこともあります肯定的にですねプラス思考で考えるとですねいろいろな良い面もありますマスクを使って何か分かったのかというと冬はですね冬には少し暖かかったんですねまた女性の方はどうですかどっか出かける時にマスクをすればですね 化粧ももあまり気をつけなくてもいいですね目のところだけ化粧するとか、また、食事をしてからマスクをすると、ですね口臭もあまり気にしなくてもいいですね。私もマスクをしながら、私の口も臭うなということを思いました。もうそのほかにもいろいろなことがありましたね。私たちは何においても感謝をしなければいけません。 肯定的によく考えながら、えー、皆さんこれからど,のどれぐらいまたマスクをしなければいけないのかは分かりませんけれどもこのパンデミックが終わるまで、えー、いつも神様に感謝をしながらまた、えー、気をつけて生活していただきたいと思いますそういう時に皆さんの家庭に神様の祝福とまた守りがあるということを信じます今日私はマタイによる福音書17章10節から13節の御言葉を通して 世の終わりの教会の使命という題名で御言葉を語りたいと思います。世の終わりの使命、2番目の時間です。先週にも語りましたけれども、えー、最後の時、世の終わりが近づけば近づくほど、世の中とこの教会との境界線がなくなっていくと語りました。この世の中と教会の、えー、境界線であるユフラテス川が乾、えー、いて、そしてこの神の国を、この教会を攻撃することになると、 目視録16章を見ると記録されています時が近づけば近づくほど教会もどん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 とその清さを失いまた性別された清い姿を見失い世の中のようになっていくと語っていますですからこの私たち教会に与えられた使命は最後までこの信仰を守ることであると信仰を守りまた清く 神様から求めておられる、そのいう暮らしをすることが私たちの使命であると言えます。私たちの教会の、この教会のような姿をしっかりと守らなければいけません。それが私たちの与えられている使命なわけです。今日は2番目に、この世の終わりの教会の使命、2番目について見てみたいと思います。この教会の使命は、パプテスマのヨハネの使命であると言えます。パプテスマのヨハネの使命であります。 今日の本文の背景を見てみると、イエス・キリストの弟子たちが伝道しに行きました。そして、見言葉を語りました。弟子たちは、ナザレから出たイエスというものが、私たち、旧約に約束していた、私たちの待っていたメシアであるということを語りました。その時、何と言いました,どうしましたか初期官たちが、 私たち今で言うならば進学校の教授であったりまた進学博士であったりそういう書記官たちがですね弟子のこの言葉を聞いて反撃してきました聖書でメシアが出る前にエリアが来ると語っているとしかしまだエリアも来てないのにどうやってメシアが来るのかと語るわけですね弟子たちはこの事実を知りませんでした ですから、それについて何も言うことはできなかったわけです。そして、書記官たちはエリアも来てないのに、あなたの先生がなぜメシアというのかと、それは偽物だというわけですね。弟子たちはそれに反,復すあ反発することはできませんでした。そして、イエス・キリストに聞いたわけですね。イエス様と私たちが 伝道してたんですけれども、書記官たちがエリアが先に来ると言ったと言っていますと、どうなってるんですかと聞きました。それが今日の本文の内容です。そうするとですね、エリアはもう来ていると。エリアはもう来て、すべてを回復するんであると。そのエリアが聖霊、バプテスマのヨハネだと語りました。私たちはこのバプテスマのヨハネというこの語られた内容を通して何を知ることができるのかというと、 イスラエルの人々はイエス様だけをしっかりと悟ることはできなかったわけではないわけです。バプテスマのヨハネがエリアだということも悟ることはできませんでした。結局、エリアとして来たバプテスマのヨハネも殺しました。そしてメシアもメシアだと信じることはできず、悟ることはできず殺しましたね。十字架で殺したわけです。 このエリアという人がバプテスマのヨハネとしてきました。そして世の終わりにはバプテスマのヨハネの使命が私たちの教会にあるということを聖書では記録しています。なぜそうなのか見てみたいと思います。まず1つ目にエリアは誰でしょうかエリアは誰かエリアという預言者はイエス・キリストが来る850年前に 北イスラエルで活動していた預言者であります。その当時、イスラエルの歴史の中で一番邪悪なアハブという王がいました。そしてその妻がイセベルだったんですけれども、一番悪い、悪な王、悪い王でした。このエリアがですね、アハブとまたイセベルに立ち向かって活動したんですけれども、 エリアは祈ることによって雨が3年6ヶ月間降ることはないようにしました。そしてエリアがまた祈るときに3年6ヶ月ぶりに雨が降ったと語っていますね。ヤコブ御章17節から18節を見るとエリアは私たちと同じ人間であったが雨が降らないようにと祈りを捧げたところ3年6ヶ月の間地上に雨が降らなかった。 それから再び祈ったところを天は網を降らせ地はその身を実らせたと語っています。ヤコブ5章17節18節を見るとエリアは特別な人ではなかったと天使でもなくまた私たちと違う人間ではなかったわけです。同じ人間であったと語っていますよね。ですから信じる信徒の祈りに力があるということを私たちに見せてくださっています。 エリアが祈ったときに3年6ヶ月間雨が降らなかったわけです。そして祈ったときにまた雨が降りました。このアハブというものは世の終わりに現れる敵キリストを意味しています。ハンキリスト。そしてその妻イゼベルは最後、目視録に出てくる大ンプの印であります。大隠蔵を表していますね。淫らな女。世の中を裏切り。 世の中と信徒を勘員させる私たち信徒を誘惑するものを意味しています神様から離れさせ偶像崇拝をさせ勘員させる女それがイゼベルですですから反キリスト敵キリストと大イン符を意味しています 彼らと争ったのがこのエリアという預言者でした。ですからこのエリアの、えー、暮らし、エリアの歩みはですね、私たちの教会、信徒が持つべき歩みを意味しています。彼が祈る時に3年6ヶ月間雨が降りませんでした。これもまた世の終わりについて語る内容であります。7年大観覧の時、特に後の3年半には、御言葉の、えー 乾きがあると語っていますよね。世の終わりについて語る見言葉であります。そのような時代をエリアが暮らしていた時代だったんですね。2番目にエリアはどのような人でしたかエリアというものは旧約で死ぬことなく生きて天に昇った一人であります。二人いましたよね。エリアとエノク。エリアとエノクが死を見ずに変化して天に昇った人であります。 列大き芸二章十一節を見ると、えー、彼らが進みながら語っていた時火の車と火の馬が現れて二人を隔てたそしてエリアはつむじ風に乗って天に登ったと記録されています列大き芸二章十一節ですエリアがつむじ風に乗って天に登ったと死ぬことなく変化して天に登ったものであります皆さん私たち死ぬことなく天に行くことはできますか 聖書では死なずに手に登ることが可能であると語っています。可能なだけではなく、聖書で教えているのは何かというと、アダムが堕落していなければ、神様のもともとの計画がそれであったと、神様が人間を創造されたときには、死ぬように創造されたのではなく、私たちは永遠にですね、永遠に暮らす存在として、 死ぬことなく生きて永遠に生きていく存在として作られたということを聖書は記録しています。しかしアダムが堕落してしまったために死が私たちに訪れたと。そしてその結果死ぬようになったわけですよね。ですからエノクとエリアのこの暮らしというものは愛みというものはもともと神道が持つべき神の子供たちが持つべきその 命を意味しているわけですね。永遠に生きる存在だったということです。第サロニケ4章16節から17節を見ると何て書いていますか ?4 章16節から17節を見ると、主がご自身、天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられると。そして その時にキリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇りそし、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ空中で主に会うと語っています。主が再臨される時にはイエス様を信じてそして死んだ者は復活し、そして生きている信徒は生きたまま天に登って主に出会うことになると確かに記録されているわけです。ですから 世の終わりに暮らす信徒はエリアのように死を見ずに天に登らなければいけません。ですからこのエリアの暮らしというものは世の終わりの使命を意味しているということができます。この新約に来てイエス・キリストが山に登られましたね。そしてイエス・キリストが山に登った時にモーセとエリアがですね。 出てきましたルカによる福音書9章を見ると30節から31節に、えー、記録されています、えー。2人の人がイエスと語り合っていた、それはモーセとエリアであった。栄光の中に現れてイエスがエルサレムで告げようとしている最後のことについて話していたと語っています。何についてですか イエス・キリストがエルサレムで告げようとする最後のことについて話していたと語っていますよね。世,の世を断つことについてですね語り合っていたわけですね。なぜ語り合っているんですかこの箇所を見るとですね、世の終わりを 告げること、遂げることは2つの選択肢があるということを意味しています。モーセは復活死んでから復活したものの代表者であります。またエリアは死なずに生きて天に昇った代表であります。復活と変化、2つの選択肢を意味しているわけです。それでイエス・キリストがどのようにしてこの世を立つべきかを 語られていたわけですねしかしそのようなエリアがですね、マラキを見ると、マラキ書を見ると、そのエリアがもう一度来ると語られています。旧約聖書の最後の本ですね、マラキ4章5節から6節、旧約聖書の結論であります。何と語られているかというと、身を。 主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て、呪いを持って、この国を打つことのないようにするためであると語っています。これが旧約聖書の終わり、結論なわけですね。主の恐るべき大いなる日が来る前に、 この日というものはイエス・キリストの来られる日であります、審判の日ですね。その日に預言者エリアを使わせと語っています。そしてエリアは父の心を子供たちに向けさせ、子供たちの心を父に向けさせるのがエリアの使命であると語っています。そして旧約聖書が終わるわけですね。このもう一度来られるエリアというものがパプテスマのヨハネであったということです。 では大きな2番目に、パプテスマのヨハネは誰でしょうかパプテスマのヨハネは、祭、えー、子、ゼカリアとエリサベツの間に出てきた子供であります。そして、イエス・キリストよりも6ヶ月先に生まれたものであります。そして、パプテスマのヨハネは、えー、親戚なんですね。イエス・キリストの親戚です。ルカによる福音書1章36節を見ると、えー、エリサベツは、 イエスの母と親戚であったと語っていますね、親戚であったと。ですからイエス・キリストとバプテスマのヨハネは親戚なんですね。バプテスマのヨハネが生まれる前にゼカリアに出てき天使が来て息子について予言をしました。ルカ1章17節を見ると。 えー、彼はエリアの霊と力と思って見舞いに先立って行き父の心を子に向けさせ逆らう者の義人の思いを持たせて、えー、整えられた民を主に備えるであろうと語っていますルカによる福音書1章17節ですね確かにこの預言者ゼカリアに語られ,語られたのはあなたが産む息子はエリアの霊と力を持って エリアの使命を果たすものとして来ると語られたわけです。それでバプテスマのヨハネはエリアの使命を持ってきたわけです。その使命は書いていますよね、父の心を子供たちに、そしてその子供は父にと心を向けさせることであると。そして、主の道を備えるのがバプテスマのヨハネの使命であると語っています。 私たちの教会のこの使命も同じなわけです。もう一度来られるイエス・キリスト、主の、えー、道を備えるのが私たちの使命です。ルカによる福音書1章76節を見ると、1章76節を見ると、えー、その道を備えよと語っていますね。その道を備えよと。また、ヨハネによる福音書1章23節にも同じです。ヨハネ1章23節を見ても、 私は預言者イザヤが言ったように死の道をまっすぐにせよ、荒野で呼ばれる者の声であると語っています。イエス様が来られたと伝えるわけですよね。イエス・キリストについて語るわけです。私編19編4節を見ても、その響き,響きというものは、紐であると、つなぐものであると語っています。その響きと。 しかしこのバプテスマのヨハネはその使命を全うする中で使命をしっかりと果たすことはできず結局早く死んでしまいますバプテスマのヨハネが政治に関与してそしてヘロデに向かってですね語ったわけですヘロデの間違いを 語ったんですけけれれれどもそその結果、えー、牢屋にに入れられてそしてし死刑を受けることになりますですでから、パプテスマのヨハネは早く死んでしまったわけです。使命を全て全,て全うすることはできずに死んだんですね。ですから、イエス・キリストはパ、えー、プテスマのヨハネの役割までも自分1人でしなければならない状況になったわけです。皆さん考えてみてください。皆さん2人が何かある、えー、仕事をしなければいけません。 誰かの間違いとかは関係なくですね、1人がいなくなったとしてらどうにしますか ?1 人が働くとど,どうなりますか ?1 人でどうやって働くんだと気分も悪くなりますし、その分力ももっともっと必要になるわけですよね。大変なわけです。 イエス様も同じようにパプテスマのヨハネがいなくなったためにイエス様一1人でその重荷を負わなければならなくなったわけです。そしてイエス様はですねパプテスマのヨハネのその牢屋に閉じ込められたということを聞いて3つの働きをされました。そのエルサレムに行って御言葉を伝えなければいけないのに関かかわらずそうすることはできずカリリアで屋 働かりましたマタイ4章12節に記録されています。イエス様がヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれたと語っていますね。ガリラヤというのは田舎です。田舎,田舎に出て行かれたわけですね。退かれたと。この退くという単語がですね、アナコレオというヘブロゴん、ギリシャ語なんですけれども、このアナコレオというのは交代する。 戦争とかでですね、後ろに、えー、退くことを意味しています。そして2番目に行われたことは、イエス・キリストがパプテスマのヨハネが語った御言葉をイエス様が語られました。パプテスマのヨハネが語った御言葉は何ですか悔い改めよと、天国は近づいたという言葉ですね。しかしまた4章17節を見ると、この時からと書いています。この時から。 この時から、すなわち、バプテスマのヨハネが捕らえ,捕ら,えられてから、イエスは教えを述べ始めたと。悔い改めを天国は近づいたと語っていますね。この時から、バプテスマのヨハネが捕まえられてからです。そして3つ目に、その時から12の弟子を選ばれました。また、4章、18節から19節を見ると、 イエスがカリラヤの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれたシモンと、その兄弟、アンデレトが海に網を打っているのをご覧になった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと。パプテスマのヨハネが捕らえられてから、十二人の弟子を選ばれたわけです。ですから、イエス・キリストのその心を皆さん考えてみてください。パプテスマのヨハネが 牢屋に入った時にその心がどれほど苦しかったでしょうバプテスマのヨハネが来てですね、すべてを回復しなければイエス・キリストの御言葉が入ることができるその道が開かれるわけです。しかし、その道を備えながらも結局途中で、えー、牢屋に閉じ込められるわけですよね。マタイ十七章十一節を見ると、 また17章を中説に、えー、エリアが来てパンジを元通りにあめあ、えー、改めると語っていますよね。17章を中説にはパンジを元通りに改めるであろうと未来形で語られています。しかしエリアが来たと語っていますよね。これ何かというとバプテスマのヨハネが エリアとして来たけれども、エリアの使命を完成することはできなかったということを意味しています。まだ残っていると、その使命が残っているわけですね。ならば、エリアがもう一度来るべきなんですかまた、エリアが再臨する、あイエス・キリストが再臨する前にエリアがまた来るわけですか聖書を見ると、エリアがもう一度来るとは、えー、記録されていません。 でではどううなるわけでしょう大きな3つ目ですエリアの心と力を持って働く教会がありますエリアの心と力を持って働く教会がありますエリアがもう一度来て全てを回復するという意味はありません内容は聖書には記録されていませんけれどもエリアの力エリアの心を持って 働く教系があると聖書は語っていますそれが目視録に記録されています目視録11章6節を見ると二人の証人が出てきますねこの二人の証人が予言している期間彼らは天を閉じて雨を降らせないようにする力を持っている さらにまた水を地に変え何度でも思うままにあらゆる災害で地を打つ力を持っていると語っています。1つ目の力が天を閉じて網を降らせないようにする力であると。これがエリアの力でしたのよね。この2人の証人というものは誠の教会を意味しています。2人の教会、2, 2人の証,証人というものは世の終わりに働く誠の教会。 エリアの力を持った教会が出てくるとその力は何かというとエリアのような力点を閉じ雨を降らせないようにする力そういう力を持った教会が現れるということです聖書にはえ神様と人とのその えー、関係を解決する、回復する人が来ると、えー、マラキショには書いていましたよね、そのような境界が現れるということです。回復というものは何ですか、もともと良かった、完璧だった、そういう、えー、関係にもともとの状態に戻すということが回復という意味です。 ですから、そのような教会はどのような教会でしょうまずは変化の御言葉を語る教会です。エリアの特徴の中の一つは死ぬことなく変化したということです。世の終わりの再臨の直前に出てくる教会の特徴も何かというと死ぬことなく変化を受ける信徒と教会を見味しているということです。 ですからイエス・キリストが来る前に変化の御言葉を語られるわけです。2番目に和解の使命を果たす教会です。和解の使命を果たす教会。エリアの使命が和解でしたよね。子供と父を和解させることが使命でした。第二リント五章18節から見ると、 第2コリント5章18節から20節を見ると、す、え、べ、ー、てこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自身に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて、世をご自分に和解させ、その在かの責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。神が私たちを通して進めをなされるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。 そこで私たちはキリストに代わって願う神の和解を受けなさいと語っています。この和解の働きをイエス・キリストがなされました。そしてその使命を私たちには与えられているわけです。世の終わり、このエリアの力、心を持つ教会というものはこの使命を果たさなければいけません。そしてそのような教会が活動するときにこの世の中にですね、この世の中の人が人たちが神様に 帰るることはできる戻ることができる世の最後のチャンスだということです。2二人のこの証人が亡くなってから世の、えー、観覧が来ましたよね。7年の大観念が来ました。ですから私たちの教会がこのような教会にならなければいけません。私たちがまず私たち一人一人が父なる神様と和解しなければいけません。まず先にですね。各自が神様と和解して。 1、えー、一つとならなければいけません。奉納息子がですね、自分の罪を悔い改めて父に戻ってきたように、私たちも世の中から離れて、世の中から出て、神様に向かわなければいけないということです。先週も語りましたけれども、第2コリント6章17節から18節を見ると、あなた方は彼らと分離せよと、彼らの間に出て行き、 彼らと分離せよと言われると。そして、汚れたものに触れてはならない。触れなければ、私はあなた方を受け入れよう。そして、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となるだろうと語られています。神様との和解、その一つ目の、えー、ボタンは何かというと、世の中から出ることです。世の中から出て、清くなること。それが。 一番目のスタートなんですね。その次に神様が私たちの父となってくださり、そして私たちは父の息子、父の娘となると語っています。堕落したこの世の中、パビロンのような世の中から出てきて神様に近づくわけです。そういう時に神様は私たちを迎えてくれますよね。また、ヤコブ4章、4節を見ても不定の輩らよと。 の世と共とするのは神への敵対であることを知らないのかと語られています。世の中から区別されること、それが私たちの最初の段階なわけです。それが父なる神様との関係を回復する一歩なわけですよね。私たちは世の中で暮らしています。世の中に属して暮らしています。しかし、この世の中から区別されて、 この世の中と一つとならないで、聖書に基づいて、御言葉に基づいて暮らすということ、それは大変なことであります。しかし、神様の恵みを受ければ必ず可能であると、聖書では記録しています。そして、教会を建てられた目的もここにあるということなんですね。私たち一人でこの働きをすることはできません。一人で世の中から区別された、 清い暮らしをすするとということは大変なわけですしかし、教会を立ててくださり、この契約の共同体を通して、みんな一緒にですね、一緒に区別された暮らしをしなさいと語られています。お互いに助け合いながら、励まし合いながら、そしてつかみ合いながらですね、祈りながら、お互いに。 世から区別された者として、清い集まりとして、共同体として暮らしなさいと、それが教会に与えられている使命なわけです。この私たちの教会も、そのような教会にならなければいけません。そして、世の中で暮ら,し暮らす中で疲れて、本当に悩んでいる者たちをですね、神様の方へと心を向けさせ、 そして私たち一人一人が共に力を合わせて区別された聖なる信徒として、えー、歩んでいかなければならない、ね。それが私たち教会の使命なわけです。神様と和解すること、そういう祝福を受ける教会とならなければいけません。ですから私たち2021年度、このような教会になりましょう。まず私たち各自が父なる神様と和解する祝福を受け、それだけではなく私たちが その和解の使命を果たして多くの人を神様に導いていく信徒となることを主の皆をもて祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。世の中で多くの人は父なる神様を離れて世の中に向かって出ていくときに私たちはこの世に愛してくださり私たちを信じて 選び私たちを呼んでくださり,くださり神様の前に戻ることができるよう導かれ感謝いたしますしなる神様今日の御言葉のように私たちに和解の使命を与えてくださりましたこの働きをなすために必要な力と知恵とまたすべての物質健康までもどうか祝福してください守ってくださいそしてこの教会が世の中の酒どころとなり神様と 和解する教会となることができるよう祝福してください。この働きのために力を尽くし、努力する信徒一人一人を覚えてください。父なる神様の恵みと精霊によって満たしてくださって、私たちが祈り、また願い求めること、神様と和解し、また神様の子供となって、神様から備えられたすべての祝福を受ける信徒となることができるように、教会となることができるよう祝福してください。また家庭ごとに神様の子供として、 与えられる祝福を代々受け継ぎ、また病気や苦しみ、悩みがないように守ってくださり、世の中で苦しい、そういう問題があるとしても私たちをどうか癒して守ってください。神様が最後まで恵みによって守られ、導いてくださることを信じて、イエス・キリストの命によってお祈りします。アーメン感謝します。